写真拡大。日本ハムの中田翔内野手が15日、自身のインスタグラムを更新。14日に後輩にあたる中島拓也内野手、西村隆弘投手と焼肉店へ食事した際のオフショットを公開している。昨日のご飯はこのメンバーでした。と食事中の中島と西村の2ショットをアップ。真剣な表情で食事する中島を西村が上目遣いで見つめている。中田はインスタでしっかり者のタクトおちゃらけ西村笑みと綴っている。貴重なオフショットにファンは大喜び。いろいろたまらん。二人の写真かわいいです。しっかり者のたくさん待ってました。実習の疲れが吹っ飛び仲の良いチームだわーとコメントされた。フルカウント編集部。